ご説明させていただきます。宮崎県経営金融支援室、山内と申します。どうぞよろしくお願いいたします。事業承継の支援の取り組みについてご説明させていただきます。またこの中で、関連する項目として金融支援制度に関しても、ご説明させていただく形になります。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、最初のページですね。国の取り組み、県の取り組み、市町村の取り組み、各種補助制度の4項目でご説明させていただきます。事業承継については皆さんご存知のところと思いますけれども、改めてご説明させていただきますと、人の承継、資産の承継、知的資産の承継、こちらの3つが合わさって事業承継という形になっております。特に知的資産の承継、中でも経営者の信用や取引先との人脈といった見えない資産について承継することについてはとても時間がかかるものであると、アンケート調査などでも、示されておりまして、約3年から10年程度かかる場合があるとご答えになっている方々もいらっしゃいますので、事業承継についてはできるだけ早めに、始めていただく必要があります。では早速国の取り組みからご説明させていただきます。国の取り組みとしましては、事業承継の円滑化としまして、地域経済と雇用を支える中小企業の事業活動の継続のために4つの項目を大きく設けております。1つ目が事業承継税制、2つ目が民法の特例、3つ目が金融支援、4つ目が会社法の特例となっております。中でも事業承継税制や金融支援、会社法の特例については、経営金融支援室が認定等の事務を行っているところがございますので、後ほど詳しくご説明させていただきます。3ページ目としまして、直近の国の取り組みについてご説明させていただきます。最近ありましたのが事業承継ガイドラインの大幅な改正です。こちらにつきましては5年ぶりの改定となっておりまして、先ほどご説明させていただいた事業承継税制、特に特例措置につきまして、記載項目が増えております。また新たに加わった所在不明株主の整理にかかる特例等の措置についても詳細な説明を設けております。こちらの所在不明株主についても後ほどご説明させていただきます。また、親族承継よりも現在は従業員承継や第三者承継 M&A による承継が 30% を超えてきているというところもございまして、そういったところを中心にご説明をする内容になっております。またこれまでなかった後継者の目線に立った説明についても充実させておりますので、ぜひご覧ください。4ページ目にこちらの先ほど事業承継ガイドラインで設けられているものとして、さまざまな施策がございます。多岐にわたるため一覧表というものを国が設けております。検索ワードとしましては、事業承継に関する主な支援策、こちらの方でインターネットで検索していただくと、下につけておりますようなクローズなどが紹介されているページに飛びます。中でも事業承継の支援策としてフローの中でありますように、どのように引き継ぎを実施するかまだ検討段階にある方につきまして、事業承継引き継ぎ支援センターなどの活用や、先ほどの事業承継ガイドラインに沿った手続きなどが示されております。またもうすでに事業引き継ぎが決まっている、後継者が決まっているよというような企業様におかれましては、 M&A なのか従業員承継なのか親族承継なのかによってさまざまなパターンが分かれるという形で、右に並べておりますけれども、親族内承継における支援策の一覧や従業員承継 M&A に関する支援策の一覧といった形でまとめておりますので、ぜひ一度ご覧ください。続きまして PMI ガイドラインに関することです。こちらは直近で新たに策定されたものになります。 PMI という聞き慣れない言葉かもしれませんけれども、こちらについては M&A によって引き継いだ事業の継続、成長に向けた統合やすり合わせ等の取り組みについて記載がございます。中小 PMI の方の提示や普及の啓発、PMI の実践機会の提供、
この実践機会の提供としましては、後ほどご説明させていただく事業承継引継補助金の中で、国が補助制度を設けております。専門家を活用する場合に対しての経営革新という枠があるんですけれども、その場合に利用できるものになっております。PMI 支援を行う専門家の育成、こちらについては、3月17日に中小企業診断士協会との連携が結められておりまして、専門家を育成して、今後 PMI の発展的な取り組みを進めていくとされております。続きまして、国の取り組みとして、ガイドラインについて中身にどのようなことが記載あるかというところなんですけれども、M&A の成功については、それを終えて終了ではなくて、その後 M&A とするために何を目的として行ったのか、そこから期待される効果、成果は何なのかというところを重視していく必要があるといったところで、M&A 成立後、おおむね1年の集中実施期間という形で設けております。また、PMI については、英語ですと、ポストマージャーインテグレーション、といった用語の略語だそうです。続きまして、経営資源集約課税制についてです。2022年の4月1日に更新が図られたもので、こちらもホームページが改めて更新されておりますのでご覧ください。経営資源の集約化、M&A によって生産性向上を目指す企業におかれましては、経営力向上計画の認定を受けた中小企業につきましては、2つの優遇措置が受けることができるとされております。1つ目が設備投資減税です。こちらにつきましては中小企業経営強化税制の中で定められているんですけれども、経営力向上計画に基づく設備取得に対して税の優遇措置が図られております。準備金の積み立てについては M&A の実施後に、こちらも経営力向上計画に基づくM&A の実施後という形にはなるんですけれども、 M&A によって発生するリスクに備えて投資額の 70% 程度を損金として参入できますよという優遇措置が図られております。これについては次のページの方で詳しく記載があるチラシを載せておりますので、こちらの方をご確認いただきたいんですけれども、制度活用の流れとしましては右側の方にあります事前の確認、こちらは税理士の方や公認会計士など資料の方が行われると思うんですけれども、確認申請書についてはこちらはもう直接国の方に提出するような形になっております。またその後の M&A の合意に基づいて経営力向上計画、こちらは所管課が様々ありますので内容によって異なるといったところです。それを受けまして最終的には税務の申告という形の流れをとっております。ではここからは県の取り組みについてご説明させていただきます。中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に定めてあれています事業承継税制について、こちらについては2018年から10年間の特例措置が設けられています。それ以外については一般措置というものが継続して設けられておりますが、近年は特例措置が主に対応しているところです。県では経営金融進出課認定を行っているんですけれども、2024年3月31日までに特例承継計画を県に提出していただく必要がございます。こちら資料に誤りがございました。2028年の12月31日ではなく2027年の12月31日までの誤りでございます。失礼いたしました。2024年の3月31日までに特例承継計画を県の方に提出していただき、本申請と呼ばせていただいているんですけれども、実際の株式の贈与後に対していくらの、贈与税また相続税が発生したのかというところを県の方に算定を出していただいて認定を受けていただくと、実際にかかった贈与税や相続税が猶予され、また次の代に移った場合には免除されるという制度になります。こちらは昨今ありました成人年齢の引き下げに伴い18歳以上から対応できるものになっております。続きまして次ページの方で全体像のイメージを載せております。
こちらにつきましては一般措置のイメージになっているんですけれども、こちらの中で記載があります中ほどにある相続税の 80% に対応する部分といったところが 100% に拡充されていたり、下の方に米印でも書いてありますけれども、株式がこれまで3分の2だったところが全て対応できるような形になっている。こちらが特例措置の特徴になっております。時々質問を受けるんですけれども、最終的には先代の分については納税を猶予ではなく免除を受けられる形になっております。例えば贈与から相続に切り替わる、先代が亡くなった場合は相続税に切り替わるわけですけれども、そちらについては贈与税がまず免除されまして、県の方に相続税に変わりましたという申請をいただければ県の方が確認を行いまして、今度は相続税の猶予が受けられることになります。そしてさらに2代目から3代目に移るタイミングでこの相続税についても免除される形になりまして、今度は2代目から3代目の贈与にかかる贈与税が改めて算定されて、そちらの方の猶予免除といった等が永続的に続いていくような形のイメージを持っております。続きまして金融支援についての取り組みです。こちらの方は今日の金融、融資制度の方の本論に入るとは思うんですけれども、先ほど高校様の説明の方でもございました事業承継集約活性化支援資金等の活用するためには県の方の認定が必要になっております。こちらの方の認定事務も経営金融支援室が行っておりますので、必要に応じて問い合わせ等をしていただければ結構です。また県としても独自の制度を設けておりまして、事業承継の特別対策または特別対策連携といったものを令和2年から設けております。こちらの連携との違いといいますと、経営者保証コーディネーターの認定によるものかどうかといったところが、違いになってきます。経営者保証コーディネーターの認定を受けますと、さらに有利な保証料の優遇措置を受けることができるようになっております。こちらについて詳しくは次のページをご覧ください。こちらの方も県のホームページの方にチラシの方を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。3つあります事業承継支援、事業承継特別対策、特別対策の連携といったところで書いてありますように、その他の要件のところで経営者保証コーディネーターによる支援確認を受けていると、通常の保証料率が 0.4 から 1.5 のところ 0.1 から 0.95 で済むといったところ、融資利率については同じですけれども、保証人が不要であったりといったところが、有利な制度になっております。こちらについては右側にありますが、相談窓口として引き継ぎ支援センターを活用していただけるとありがたいなと思っております。というのが引き継ぎ支援センターの中に保証コーディネーターの方がいらっしゃいますので、経営者保証コーディネーターのご活用をどうぞよろしくお願いいたします。続きまして会社法の特例についてです。会社法の特例については昨年新たに加わった、優遇措置になっております。こちらについてはご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、所在不明株主ですね、一般的に株主名簿に記載はあるものの会社と連絡が取れなくなった所在がわからない株主について所在不明株主として認定し、そちらについてはこれまで5年間の通知期間が必要だったものを1年間に対して縮しております。最終的には裁判所の売却許可が必要にはなってくるんですけれども、県の方に経営困難要件や円滑化の承継困難要件に該当することを認められれば利用が可能です。例えば60歳以上で、高齢なためや健康状態が悪いといったところが該当してきます。続きまして次のページが、現行制度と特例制度の違いを表したものです。こちらもパンフレットから抜き出したものにはなるんですけれども、特例につきましては1年以上の到達ができてないといったところを認定して、最終的に裁判所の売却許可を受けて株式を会社が買い取ったりすることができるようになります。続いて市町村の取り組みについてご説明させていただきます。市町村の取り組みについては事業引き継ぎ支援センターなどと連携した支援として設けられております。現在県におきましても市町村との連携を推進しておりまして、例えば事業引き継ぎ支援センター、次のページに飛びますけれども、三郷バトンといった三郷町との連携を推進しておりまして、
こちらの方は1月に山田商店から商いどころ三郷屋といった個人商店の実際の承継が行われたことなど実績が上がってきております。時間に余裕がありますので少し長くご説明させていただきますと、事業引き継ぎセンターとの連携につきましては、事業承継ネットワークといったものを2018年に設けてありまして、こちらの方には、今日ご出席いただいてある、金融機関の皆様やまた商工会議所の皆様含めた101機関の方々に構成メンバーに入っていただいておりまして、また、もうお手元に案内文届いているかもしれませんけれども、全体会の方を6月2日の13時半から起点ビルの方でオンラインや現地会場によって行いますので、またぜひご出席のほどよろしくお願いいたします。また市町村との直接の取り組みではございませんが、後継ぎ甲子園といったもので、2022年には早川醤油味噌、都城市の方が優秀賞を取ったり、鈴木組、椎葉村のチョウザメを作っているところが最優秀賞を取ったり、事業承継の取り組みといったところが民間レベルでも進んでいるところです。続きまして、民間企業との連携です。こちらにつきましては、最近事業承継については、インターネットを中心としたプラットフォームを利用した個人間での事業承継といったものも盛んになっております。例えば最近ですと4月の15日に宮日の方に載っていたカフェの、事業承継、こちらについては、文房具店をカフェに引き継いでるんですけれども、高原町の事例や3月の18日に読売新聞に載っていた高千穂町でカフェの事業承継が成立した事例など、さまざまな、小さい案件ではございますが事業承継が進んでいる状況でございます。4番目に各種補助事業の制度についてです。事業承継引継ぎ補助金につきましては、事業承継、国の方が設けている補助金になります。こちらの補助制度は3つありまして、事業引継ぎ時にかかる費用を補助するもの、承継や引継ぎ後の取り組みに費用を補助するもの、廃業、チャレンジにかかる費用を補助するものがございます。次のページを見ていただきますと、より具体的なものが載っているんですけれども、令和3年度補正予算につきましては、現在始まっておりまして、4月の22日から申請受付が開始されております。特に最初にご説明させていただいた PMI 関係については、経営革新という項目の中で、M&A 後に行う PMI の支援といった形で、上限600万円以内で支援を受けることができます。また、この後ですね、補正予算のが終わった後、おそらく夏以降にはなると思うんですけれども、令和4年度の当初予算の方でも、また同様の経営革新や専門家活用、廃業再チャレンジといった補助金の制度が設けられていますので、こちらもご活用ください。ただですね、こちらの補助金につきましては、昨年始まりました次ページにありますけれども、M&A の支援機関登録制度、こちらの方の登録が必要になります。こちらにつきましては、先ほど調べたところによりますと、登録機関のデータベース上では、まだ法人の方が9件、個人の方が4件、こちらの方が支援業務提供の都道府県や本店所在都道府県が宮崎県となっているものについては13件程度にとどまっておりまして、金融機関では宮崎銀行様だけが表記されるような状況でしたので、もし可能であれば他の金融機関様も、登録の方をよろしくお願いいたします。ただ、ホームページご確認したところですね、2022年の2月21日で受付が終了しておりましたので、こちらについては直接、国の方にご確認いただければと思います。続きまして、県の補助事業制度についてです。市町村連携事業としまして、2000万円の予算で、事業期間は今年から来年の3月31日までなんですけれども、売り手側ですね、第三者承継を行う売り手側の負担となる経費について補助を行う制度を昨年から行っております。こちらにつきましてはマッチングコーディネーター、次のページに飛びますけれども、着手金等や企業価値評価にかかる費用、また契約書を結ぶ際に専門家を活用した費用などを補助対象としております。国との違いにつきましては、下限がないこととなっております。国については下限が100万円など設けられているんですけれども、
より、そこから漏れてしまうような小規模な案件を救っていこうといったところから、下限は設けずに上限60万円3分の以内に以内という形で、特に一番最初のところですね、きっかけ作りをどうしても進めていきたいというところがございましたので、一番最初の着手金等で制約するかどうかっていうのは、その後の5年間で、見ていきたいとは思ってるんですけれども、まずはとにかくきっかけを作っていただくといったところで、こういった着手金に、もちろんそれ以外でも使えるんですけれども、きっかけ作りの最初のお金として補助事業を活用していただければと思っております。イメージ図は次のページについておる通りなんですけれども、右側にあります金融機関や民間中小 M&A 等の仲介会社、また商工会議所様につきましては左側の事業引き継ぎセンター、その前の段階の相談先として、設けられているといったところになります。また各種補助制度につきましては次のページに市町村との連携というところですので、市町村の方で、実施をしていただく必要があるんですけれども、令和4年度につきましては10の市町村に、市長ですね、の方にお願いをしております。特に今年度から宮崎市や都城市、日向市、串間市、高原町、川南町といったところが事業を始めていただける見込みとなっておりますので、ぜひご活用いただき、また市町村の方に問い合わせをいただくことによって市町村の方もニーズの把握につながりますので、ぜひご活用のほどよろしくお願いいたします。続きまして、最後に市町村の独自の制度についてなんですけれども、こちらについてはご覧の通りご確認をお願いいたします。長くなりましたがご説明以上でおります。